豊島とワンちゃん。豊島。動画。チャンネルいかです。ゆきです。もらってきました。金のパンダ。金のパンダ。で、ジュオザワールドのフィギュアが入っております。はい。はい、こんな感じでですね。袋に入っております。開けてみましょうか。はい。はい。いきます。これが金のパンダだ。本当だ。はい、そしてあ、ま、もう一個また袋だよ。うん、ジオザワールドのフィギュア。この塗装された版のフィギュアが入っております。はい。そしてはい。おお。かわいい。おお。パンダかわいい。金ピカ金ピカパンダ。かわいい。はい、まずこちらジオザワールドのフィギュアですね。はい。これね、以前、ジュオザライトを買った時についてきました、はい、こちらのね真っ黒いやつの塗装版ですね。はい、見て、塗装されてるよ、ちゃんと。さあ、近くで見るとこんな感じでですね、しっかり塗装されております。後ろは、はい、後ろはこんな感じです。さあ、続きましてこちらですよ、かなとくん、見てください。黄金かわいい金のパンダじゃ。金のパンダじゃ。はい、金のパンダですよ、これが。はい、こんな感じでですね、かなり眩しいですね。眩しい。で、キューブモード。キューブモードも簡単だ。簡単。これだけですね。うん。うん。そしてウェポンモード。よいしょ。よいしょ。これでウェポンモードになりました、はい、さあ、かなとくん、これ見たことあるね、クマの色違いだった。はい。クマのね、色違いということで、はい、うん、ちょっとね、このグリップの部分がちょっと変わっております。見えるかな、うん、携帯で撮りましょう。今回はこのグリップの部分がちょっとね違います。これだけ違いは、多分これだけですね。ですね、はい、もちろんジュオキングその他ロボットに武装することもできます、はい、あなたが落としたのは金の斧ですか、それとも銀の斧ですか、みたいな。それとも熊の斧ですか。それとも金の斧ですか。それとも銀の斧ですか。はい、そんなわけで今日はこちらの金のパンダを紹介しました。こちらですね、まあ数に限りがあるということで、実は僕たちもですね2軒目のお店でようやく手に入れることができました。本当にね、争奪戦になっちゃうんじゃないかなと思いますので、欲しい方はお早めに対象商品買ってもらってみてはいかがでしょうか。こんなわけで、ではこの辺で、バイバーイ。バイバーイ。今日のじゃあじゃあじゃあ、はい、今日はですね、この金のパンダの力を借りて当たりを引いてくれ。はい、こんにちは。なんだそれ。当たりさん、こんにちは。え、当たってください。当たりさん、こんにちは。当たってください。はいはいはい。ない。